はい、民主党の掲げるマニフェストの中において原発の話を私は特に訴えていきたいと思います。それは民主党として2030年代に原発をゼロにする、その目標のために全力を、国家としての力を注いでいくということを示しております。私はその方針というのは間違ってないと思います。すぐに原発をすぐにゼロにするのは、これは現実的ではありません。経済というものを支えるのはエネルギー、電力であり、我が国はエネルギー自給率が大変に少ない、資源がありません。その中で今すぐに原子力発電をなくしてしまったら、エネルギーのコストが上がりすぎ、経済にダメージをが与えられることははっきりします。しかし将来、じゃあその原発を残しながらエネルギーを政策を推進するのか、私はそれはしてはいけない。今回の福島の事件という事故というものはとても大きな教訓を私たちに残しております。その原発をゼロにするために、私はこの民主党のマニフェストの中に大きく歌ってます。科学技術を発展させていく、これが私自身訴えていきたい、そして皆さんにご理解をしていただきたいことなんです。この政府として全力を注ぎ込む、何に注ぎ込むか、それは私の解釈、私の考え、それは科学技術の発展なんです。低コストで原子力発電に匹敵するエネルギーを生み出すような技術を開発することこそが、この2030年代までにする日本の、我が国の一番の目的なんです。科学技術は一番でなければいけません。科学技術を一番にすることこそ、そして特にこのエネルギーの分野において一番の技術を開発していくことこそ、これは我が国の世界のリーダーシップを取ることにもつながる、まさに一石二鳥の大きな政策であると思います。この2030年代に原子力発電をゼロにする、これはまさに我が国が科学技術に徹底的に資産を投下し、世界で初めて低コストのエネルギー源を作るという目標であるということを皆さんにお伝えをしたいと思います。